OK、アウタって今どこの段階まで行ったかな？ 3DS 改造はできた？ 3DS 改造いけたかな？ちなみに使っとるのって古い 3DS？ それともニュー 3DS？ それによってやり方だいぶ変わるけど、ニュー 3DS やったらめっちゃ簡単。古い 3DS やとちょっと難しいらしい。なんか今やと。昔はどっちも簡単にいけたけど、今のバージョンやと古い方はちょっとむずいらしいけど、詳細は不明。まあむずいってだけで、できるはできるから、なんか学生日野新貼っとる。しゃあね、やったるか。こんないきなり。CPU おったら日野新むずくない？エリーとか。ナイスナイス。CPU 武士やんナイス。おい、何やってんねん。エリートじゃね？てか、社員に CPU に殺されてね、普通に。社員殺されてんだけど。ノーマル社員。CPU 殺しとくか。頼む、社員来てくれー。まあもう、じゃ学生日野新マジで、エリートしか来んのよな、困ったことに。やべ、身代わり人形こいつに全部使っちまった。暇タイム。押す、押す。おー、エリートかい。ジュニーむずいんよ、これ。おー、厳しいって、あ いや、CPU 二人、CPU 二体積みで、学生日野新はきつい気がする。こいつ最初の確定お呼び出し以外は、マジでエリートしか来んからな。まあ、一旦野良でいいんじゃない？あんま入ってこなさそうやし。って言ったら入ってきたわ。ありがとう、よろしく。謎。謎ゲーム。満員になったけど。60fps にしとこう。なんとなく。なんか貼っとるし。武士王か。いや、武士王やったら、土の子星人ちょっときついんよな。若干ね。やっぱ60にすると滑らかプリンやな。やっべ。なんで今、超シールド使った？いや、そうなんよ。2回攻撃とかされると避けれんのよ、疾風で。ん？どこで死んどる？あれ、CPU か。よっぺ！ちょ、まじ、物資を回避ねえときついな。さすがに。お、おかえり。水こぼした。大丈夫か？ちょ、待って、コメント欄さ、わざとかぶっとるから、それだけ直してえな。それだけ直そっかな。一旦それだけ直そう。よいしょ。よし、直せた。そうなんよな。いや、疾風ステップ向いてない、マジで。あ、危ねえ、マジで。次、回避で行こう。60にしたら回転早いんやけど、ファイヤーみたいなの動画のリンクからダウンロードしてみたんですか？わかんない。パソコンもあるんやよね。パソコンあるなら、海賊王座、そうやな。キュービー。突撃らしか。ヌエとかは？あ、疾風と、パソコンないか。パソコンないと、てか、種類何系？ニューかオールドか。シースティックついとる？その 3DS シースティックついとる系。まあ、オールドやったらコマンドプロンプトと Python いるから Android きついかもしれんけど、ニューやったら全然 Android でもいける。デビビラン。回避と神。闇キュービー。突撃か。土蜘蛛は？みんな荻蜘蛛使う中、あえて。種類はシースティックがついとるかどうかでわかる。ABXY の左上になんかグレーの意味わからんやつがあればニューやし、それがなければオールドっていうのがわかる。回避か。ああ、妖術しかねえ。妖怪見てって。あれ？おらんくね。 入れない。なんでやろう。 電人は回避ねえんか。飛来神、衝撃と回避か。飛来神使おう。力クソ低いな。まあ、おすすめなのはニュー 3DS。処理軽いし、できること多いし、導入簡単やし。左手。ルビーやん。突撃は弱いんやな。死神緑。回避ねえか。こんがらげるわ。回避ないんか。まあ確かに回避は使えなさそうやけど。レッド J。まあ、一旦レッド J でも使うか。チャージ攻撃がちょい微妙やけど。根を入れんのやったら一旦部屋立て直すか。部屋立て直すわ。立て直したぜ。ボイス付きか。やり方わからず積んでる。どこで手間取っとるかな。改造は完了したか、改造するので手間取っとるか、どの辺やろ。それによるな。大丈夫。いってらっしゃいがマジでコマさんにしか聞こえんけど。い ってらっしゃいマジでコマさんにしか聞こえん。ちょ、待って、チャージ攻撃嫌やわ。チャージ攻撃なんか挙動変やもん。あー、オッケー。左手、オールド 3DS かニュー 3DS か、どっちやろ。それでだいぶ変わる。いや、これ、攻撃技持ってない。回避ないもん。これ強いかも。たこ焼き人。鬼やからな。ザンバラ刀。
まあ回避ないわな。でもこいつ妖術タイプやからな。武用人望普通に E ランクなのに力200あるの強くね。普通に力200あるやん。普通に平石より力高い。オールドか。オールドやったら、何やったっけ、 MZ9 っていうソフトを使った方法になるか。もうやり方わからんっていうのは、手順通りやっとるけど成功できんのか、あれか、そもそもなんかわからん感じか。始め方が回避あったっけ、回避ねえんか。平石に力低すぎじゃね。こちょっとそれ参考にして見てきてくれ。なんか妖術が、妖力が高いほど力アップみたいなコーンなかった。スキルマジで意味ないな。技を貯めている間守りがアップ。こいつ動きおもろ、ぴょんぴょん飛んでくんや。これノーマル武士用やんけ、だるいってこれ。まあそいつさっき武士用張ったし武士用行くか。名前ちゃんと、名前ちゃんと打てや。文字化けひどいって。そっか、ランク255ってことはオンラインしながらチート使えとるってことか。普通に強いな。その技術をもらってキャプチャしたいんやけど、普段ならキャプチャしとるんやけど、キャプチャの機能がブロックされるようにチート対策でブロックされとるからできんのよな、キャプチャ。まあ、でキャプチャできたらこんな意味わからん直撮りなんてせんで済むんやけど。まあしょうがない、もうこいつの技術を欲しいわ。そやね、カードリーダー一旦買ってやな。ダングネング、待って、これ見切れそう。画角おかしくね、これ。大丈夫か、これ大丈夫か。衝撃スタンプどのタイミングで使えばいいねんて。よっこいしょ、危ねえ、武神屋に引っかかった。危ねえ、いやーこれ火力低すぎてやばい。これどうし、260、まあまあそれなりか。溜まるの早くね、早く滝登りして。これカメラへごってね、なんかやばい、へごった、やばいやばい、もういいわ。ちょ戦闘中やし直せん。あ、遅め意識やった、忘れとった。渾身当たらず、マジか、やばい。それは今のうちにカメラ直そっかな。よいしょ、よし直った。は、タイミングミスと、わざためわざため。カバキロード頼んだぞ。よっこらっしょいと、倒せんのかい。いや、こういう時に武士が活躍するからな。お、これあれいけるんじゃね。おお、ナイスナイス。渾身よ、それ当たらんだろ。おい、武士が何しとれんて。まあまあ一段階なら全然必殺使おう。ビリビリやからな。弱っ。ないのと一緒、6060とか書いてあったけど、ないのと一緒やって。それは多分普通に衝撃スタンプ当てるよりも火力出てない。まあ妖術タイプやし、しょうがない。あー、これ食らうか。足遅い、この足遅いのおもろいな。ちょっと動きアホすぎる、全然立ち向かえんて。チーター何しとるん、やばい、足が遅いよ。チャンスチャンス、おい、チャンスタイム、おい、おい、チーターくん、チーターくん、チャンスタイム壊したぞ、てめえ、アホか。チート荒技、チャンスタイム消すなって。スイカギャン、なんかみんな死んでね。あー、これあれや、あれラッシュや、16ラッシュきた。うん、16ラッシュの後は絶対これするんやな。お、今チャンスや、防げ防げ。やばい、足遅すぎて、た、届かん、立ち向かえん、戦地に間に合わん。いいよ、いい感じ、いい感じ。まずいっしょ、とまずい。なんで、なんでこっち来れんって。武士、これはまずいっしょ。なんかみんな死んでね。あっぶねー、届かん、オッケー。いやー、もうちょい。あ、山、ま、ちょ、画面の角度を見にくくて、普通に死んでしまった。マジか、当たらんと思ったんやけどな。カメラの画角直すわ、これ。よいしょ。なんか角度変なんな。へごりすぎやって、これ。でんでけでんでけでんでけでええじゃんって。てか、名前のデータの格納域ってそんな大きいんや。名前そんな文字数いけるんや。しかも黒くなっとるところを漢字やろ、多分。そんな文字数入るんや。そこが意外やわ。平石に弱い。次また経由軽減の方が強い。そりゃうせやわ。レンジャーでも回避持ちはおるよね、こういうやつとか。ジョローグも、あ、ジョローグもいいんじゃね。力高っ。ブリー隊長はめちゃくちゃ強いからな、ちなみに。ちなみにちゃんと強いからな。あ、ブチニャンとか気合使いやすいし。しかもこれ身代わりで HP1 にしたらめっちゃ強なるんじゃね。回避ないん、こいつはマイティも回避なかった。グラグラ、お、突撃ラッシュダメなんやな。グラシュマルは、いや、これも突撃ラッシュやん。カゲロウは、あ、カゲロウいいんじゃね。しかも力タイプやし、カゲロウありかも。カゲロウでいこう、これ強い多分。あ、体の形やばいけど、ぐねんぐねんし、でんでげでんでげでんでげでーじゃなくて、普通に一旦赤間駅やんでげでんでげでんでげでー。
ノーパスは全然できるよ。とりあえず、コマンドプロンプトが使えれば OK やから、Windows なら何でもできる。Windows でかつ SD カード読み込める状況なら何でもいける。ずっとさ、和風妖怪の曲流れてんだけど。やばい。カメラがさ、へぼっ、これ画角大丈夫か？あ、これ曲げすぎた。なんか、カメラの向きがさ、接着剤はあるんやけど、3DS のカバーないから、明日ぐらいには3DS のカバー届くから、それ届いたらもう接着剤でつけようと思っとるんやけど、接着剤でカメラもうひっつけるからずれることはなくなるんやけど、下になってマネキン敵から狙われんの最強すぎじゃね？ご就寝来たらまずいよって言ったら来た。敵から狙われんのに味方の他の味方の近くおったら意味ないな。ちょっと赤いとこからどいてほしい。ナイスナイス。あぶね 普通にご就寝くらいそうになった。ちょ、このお招きゴールドがやばいんよ普通。オッケーオッケー、当たれ当たれドーン。1700クリティカルなしで1700はまあいい方じゃね。危な、ご就寝に潰されるところやった。カゲロウ強いぞ。モーション短いし、しかも攻撃モーションノーダメクリア全然いけそう。こいつ動きやばいことになってる。やばい、めでたい猫がやばいよ。赤色。ちょ、見えん見えん見えん。画面のさ、手前から巨体、その巨体を押しつぶさんでくれ。危ね。いや、危なくない。アウト。当たってくれ。クリティカルゼロ。1300。は？なんで死ぬねん。自分から入ってったって。そうだよ、オンラインだよ。アホすぎマジ。舐めすぎとった。は？さあ、普通に、雑魚猫に殴られて死ぬのうざい。これさ、反射ガードの可能性があるから、うかつに殴れんのよな、ゴールニャン。残念なことに。なんか負けそうじゃね？ブシニャン頑張れ。普通にさ、ゴールニャンがやばいんよ。あ、終わったな。さすがにこれは負けです。ゴールニャンがやばい。ゴールニャン強すぎる。普通に。ゴールニャンが最強です。蘇生役が。カゲロウ強いな、普通に。カゲロウ普通に使えるわ。赤マネゴールド負けると思わんかった、普通に。ゴルニャンがやばすぎた。っていうか、スキルで敵から狙われんはずなのに、なんで食らうねん。ヒーラーエンマ。ここに来てヒーラー。まあ、ヒーラーエンママジステータス化け物やからな。プレイしてくれ。スキルで敵から狙われんはずなのに、シャインには狙われとるんやけど。やばいそれ。あっぶねえ。え、こいつ回避のモーションすご。消えるんやけど。ピュッて。やば。エリート来るか？なんかラグいんやけど。やべ、投げ払われる。ちょっとラグい。誰か落ちたな、これ。だいぶラグい。これ、俺がラグいんか？ああ、そいつが落ちたんか。お前、エリート社員にダメージ与えれてねんかい。ラグのせいで。お！珍しい、普通の社員や。社員頼んだぜ。バリアを破壊してくれ。オッケー。必殺当てたいな。いけ！クリティカル出んな。おっと？社員ビームで死んでるぞ。まあ、これで終わりね。なんか社員来たぞ。チャージ。え、これすり抜けるんやけど。チャージしてみろよ。ふすまどこや。チラリ。ちょ、ウサビオに引っかかって。いやー、はよ 3DS のカバー届いてほしい。カメラがずれるんよ。カゲロウ普通に良かったな。こいつお気に入りやわ。動きもおもろいて、さすがに回避持ちおらんよね。カオベロス。カオベロスは回避ない。チクショー。突撃ラッシュなんよ。いやー、突撃ばっかやな、レンジ。お、回避と神速や。爆速強いんじゃね？しかも力高いし。必殺があんま使えんけど、自分のスピードをしばらく超アップする。不用心棒でカンストって出せるんかな。先駆けとか鬼雲なら余裕やろ。やっぱ先駆けが最強な。なんでぎっくり男なん。どういうセンスのパーティーやそれは。くり男、ウィスパー。あ、てかぎっくり男強いんか。回避持ちやったっけ。あ、チャージ攻撃と回避ね。あ、スキルかこれ。ウィスパー、なんでウィスパーおるんかと思って、スキル要因ね。まあ一旦あやとり様でチル。チルトリ様。困ったらあやとりやから。お気軽の。誰で行ったっけ、先駆けか。ちょ、カンスト出したいな。出せるっけ、無理っけ。落ちとるし。あ、間違えた。ぶねー。これ風系。ちょ、まずいっしょ。ちょ、当たる当たる。ウィスパーが気絶した。まずいっしょ。もう来世来た。お、ラッキーゾーンやんこれ。頼む、カンスト来い。よっこいしょ。カンストきついかこれ。クリティカルなしで1000何歩やったらきついか。さすがにオーラないとカンスト無理か。ガンジガラメ出してどこやろ。え、食らった。水嫌いなんやな普通。水むずいから。おお、6000。強。オーラあったらカンストや。オーラなし6000は普通に強い。オーラあったら1200いっとるもんな。火力いかれとる。チャージ攻撃って使いにくくない？なんか強さがとかじゃなくて、モスコンもらっとこう。持ちきれるかな？持ちきれた。
ドンドロオーラか。ただてか鬼釜、これなんか手持ちにおらんのやけど、鬼天の長クリとスキルの長クリあるからな、かなり強い。せっかくオーラあるしドンドロ行こうぜ。全部鬼天ついとった。よく見たら月読みでさらに妖力アップ。月読みどこで味方全員、味方全員キュービやし回復にしとく。あ、これ誰かつけとるやんけ、ふざけんな。マジスパイスアップでいいか。スパイスアップも誰かに取られとるんやけど、コンいいのないか。味方全員味方、あ、ウィスパーのコンでいい。ちゃんとね妖術タイプも入れて。でウィスパーのコン普通に強くね。味方全員クリティカル出やすくなる。普通に強い。普通にぶっ壊れ性能しとる。ゴロ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 は、あ、ゴロゴロないんかゴロゴロはストーリーのムービー。え、待って、技間違えたんやけど。回避入れてきたつもりが超毒取り付きになっとるんやけど、意味は分からん。攻撃封じか、わしの出番だな。回避入れ忘れてさ、だるいんよ。やばい、回避入れ忘れた。もう普通に死んだ。ねえ、死ぬ。ちょ、回避がさ、回避ちょうだい、ほんまに。回避ないのやばいって。ちょ、身代わり人形探しに行くわ。隠密はまあまあ、身代わり人形ないか。電人トラップ意味ねえ。身代わり人形頼むって。回避入れ忘れたのほんまにだるい。上位互換が身代わりは、まあ、こればっかりやな。帰ってきました。あー、攻撃封じされちゃった。発電神トラップ、まあ、こっちの方が回避なくても戦いやすいか。ビッグボス戦の方がちょっとまで来とるバカ野郎それはそうなんよ。なんで技が変え忘れるかね。を担当するか。右上担当大臣1400も食らう。全然こう出てこんけど。左手またね。まあカードリーダーやね一旦。よっこいしょ、食らうんよな。あ、妖術封じされちゃった。出番なしよ。いける、あー惜しいじゃあ間に合わん。あぶねー。必殺燃やしとこ。最後にグレン地獄逃げろー。落ちたぎっくり男ぎっくり腰により退出。歌舞伎ロイド、まあ、妖術系はマジでドンドロにしか使わん。次使う時のために技変えとこう。もう回避を入れ合わせ。どこ行ったあいつ。鬼釜ぬらりこん誰かに取られとるんやけど。あー、シノコ星人か。レンジャーエンマって回避なかったっけ。エンマって回避持ちおらんかったっけ。いや、エンマ回避持ちおらんのがあんま意味ないって。闇キュービは回避あるんけ。闇キュービでもよし。スキルあんま使う。吸収系って火力弱いからな。クローニどこに。豪傑におる。山吹きとほぼ一緒か。スキル的には山吹きの方が強いんか。ただこいつマジで攻撃モーションが終わっとるからな。攻撃モーションの遅さがやばいから。日陰丸かな。クリティカル出やす、まあ無難にクリティカル出やすい。なんで山武器にしてないっていうね入れ替えをしてない。なんかガードの効果アップみたい。パイクコン、鋼のコンの方がいいん。鬼食いのボスコンか。ガードの効果、ガードしてる間で HP が回復。ただタンクって極の攻撃食らったら普通にこっち死ぬんよな。タンクするなら守りの装備つけん。極の極相手じゃ耐えれんからな。白駒とキュービどっち強いんかな。258やろ。帯取ったら238。白駒の方が強いか。スピード的に。だスキルが意味なさすぎてやばい。攻撃に火属性を追加する。誰が使うねんっていう装備な。誰が使うねんスキルナンバーワン。そっかね、まあ、歌舞伎ロイドのオーラついとるし。お、グッサンか。ナイス。白犬の方が多いんか。副ガシャコイン出るかもな。いやー、もうこんな時間か。光オロチ。でってん。こいつどこにおっても画面におるから。妖術タイプ強いかもしれん。どんぐらい食らっとるやろ、これ。ここが下がればいいって。バカ。死ぬ。アホか、マジで。何歩食らっとるやろ、これ。1300ぐらいか。なんで小傘2つも狙われたん。な、避けれるはずないやろがい。やばい、妖術が。えっ、おー、ぶねえ。さすがに。なんと。あ、小傘まずい。狙われてないわ。もう終わっちまった。逃げろー。よっ、あ、回避使えんだ、最後。カッパの頭見える、観客の。てってゲラッポ。リザルト画面入った瞬間、てってゲラッポ。ほんで、副ガシャコイン出んのかい。エラー OK。じゃあ、最後、武士を一発チャレンジして終わるか。毎回恒例、カッコ、第1回。毎回恒例の第1回武士をチャレンジ、武士を一発チャレンジ、やって終わりましょう。誰で行こっかな。まあ、冬にゃんか。無難に行くなら冬にゃん。まあ、先駆けの方がいいか、普通に。先駆けどこ行ってんて。あいつ A ランクじゃなかった。
B があいつ先駆けとフユニャンってどっち強いんやろ。武士王一発チャレンジして寝ましょうさっさと、もう12時やし。てか武士王の極弾はもうなくなりそうや。あとでもう一回増やしとかんな。師匠 3GX 入れて増やしとかんな。まあ勝っても負けてもこれで最後やな。メロンやん、まさかのヒーラー。タンクとヒーラーってちょっとバランスいいのおもろい。武士王一発チャレンジ勝てるのか。渾身できたんや。なかなか度胸あるな、武士王で渾身入れてくるって。滝登り、そっか、まあ滝登りの後は渾身当たるもんな。超シールドね、超シールド頼むぞ。そもそも範囲外、あでも一応当たっとるわ。確かに滝登りの後渾身当たるから普通に渾身入れてきた方がいいな。よく考えたらステータスアップ、マジか、あぶねー。てか足は遅いからさ、やばいかも。あ大丈夫やった。あれ届かん、神速が届かねえ。ギャー、武士落ち武者の呪いが来た来た。待って、見え見え、あぶねえ。一冊今溜まった。ゴルニャン、それで届くのないせやな。メロンニャン。メロン、あそっか、メロンニャンおるからゴルニャン死なんと耐えきれるんか。そもそもまあ普通にあれか、ゴルニャン自体はそんな食らってないから、ヒーラーが果たして必要やったのかは分からんけど。あそれ浴びてから使えばよかった。俺も今度から渾身入れてこよう。そっか、滝登りで確定で当てれるからそれ強いや普通に。まあこれはいけそうやなとか 言って調子こいとると急に全滅するからあんま言わんようにしとるけど、でもまだ誰も死んでないしな。データスアップ。ゴルニャンマジサポートの神やな。タンクのくせにサポートの最強キャラやから、まあいけるっしょ。 OK、 今日の武士を一発チャレンジは成功ということで、陰キャ先駆け。ラーメン、概要欄に大外サーバーについての詳細がございますので、そちらをご覧くださいね。せっかくラーメン来てくれたけど、今日はこの辺にしとくか。12時やし、ちょうどいいっしょ。それでは次回にご期待ください。ご褒美だけ見よう。極素材1個。